はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、シングルモルト、宮城郷、ね、飲んでいきたいと思います。ウイスキーです。日課ウイスキー。ね、ヨイちゃん飲みましたけどね。宮城郷は飲んでない。これ容量が 500ml で値段が1300円か1400円ぐらいだったかな。結構高いですよね。1300円ぐらいだった気がします。宮城郷というのは仙台市にある、ところですね。仙台といえばまあ、ね。ちょっと危ないイメージはあるんですけど。大丈夫かな？多分大丈夫でしょ。わざわざ買った。これで。このワイングラス。ワイングラスでいただきますよ。チューリップ型の。ね。そんじゃ、乾杯。ああ、うん。うん。うん、うん、うん。まあ、うまい。ちょっと待てよ。余市とちょっと飲み比べしてみますか。余市と。余市とちょっと飲み比べを。うん。香りはね。うん。なんか、ちょっと独特ですね。あ、でも宮城郷の方がうめえわ。これは断然。よか。宮城郷の方が絶対うまいわ。うん。うん。今までに、なかなかない、この、香り。なんだろう、この香り。ちょっと、変わった香りしますね。うん。そして結構スモーキー。うん。ああ、なんだ、宮城郷の方が全然美味しいわ。なんだ。全然美味しい。宮城郷。結構スモーキーです。うん。香りもね、なんか、独特な、花のような香りが、しますね。うん。うん。ここにね、後ろに香りとか書いてあるんだけど、花のような香り立ち。モルトとかすかなシェリーダル由来の甘い熟成感が調和。リンゴのような爽やかな香り。うん。って書いてあるんですけど、本当になんか、リンゴっぽい香りがするんですよね。で、余市の方は、果実香豊かな香り立ち。柔らかなモルトと甘い樽熟成の香りが爽やか。ほのかなスモーキーさと塩の香り。って書いてありますね。うん。宮城郷。うん、美味しい。うん。これは美味しい。はっきり言って。はっきり言って、かなり美味しいです。うん。ちょっとスモーキーさは若干足りない、ような気はするんですけど、それよりもやっぱり、
香りが強い。非常に。うん。うん。あ、ちなみにこれ度数43度です。ちょっと高めですね。うん。うん。美味しい。これは美味しいわ。マジで。これは、あれだな。夜市。最初に夜市買ったのが間違いだった。うん。うまい。うめえな。夜市、宮城郷。宮城郷はちなみに、12年もあるみたいですね。宮城郷ね。宮城郷の15年と12年と10年。と、この普通のやつ。うまいな。この普通の宮城郷が何年なのかがわかんないんですけど。うん。4年か5年ぐらいかな。6年ぐらいか。4年ぐらいかな、多分な。うん。なんか、結構、スッと入ってくるね。口当たりが。うん。非常にまろやかな、というか、穏やかな口当たりで入ってきた後に、後からこう、ボカッと爆発するパターンですね。うん。美味しい。これは。じゃあ、夜市をいただきます。断然夜市を買う。うまいと思うよ。夜市はなんかね、個人的にだけどね、あの、スコッチ。夜市イコールスコッチだからね。ほとんど。もう香りもね、なんか、あれなんか香りはチョコレートっぽいな。なんか香りチョコレートに、今、チョコレートの香りがしたんだけど、気のせい。うん。あのね、スコッチ。うん。に、味が非常にスコッチで、なんか香りが若干、あの、チョコレートっぽい。感じ。あ、夜市は20年がありますね。なんで？20年、15年、12年、10年。と、これ、普通のやつね。20年あんのか。うん。ダメだな。ちょっとこれは、スコッチが好きな人はいいと思うけど、俺は、断然宮城郷の方が美味しい。うん。スモーキーさもそんなに感じられない。うん、やっぱり、うん、だな。で、持って、で、持つて、で、持つて、ついでに、超コスパが高い。という、この竹鶴の、12年。まあ、今もう、ね、これ終売なんで、うん。もうダメらしいですけど。もう買えないみたいです。もう無印版が出ましたからね。ノンエイジ。
竹鶴ノンエイジが出ましたから。まあ。まあ若干飲んでみたくはないけどもね。竹鶴のノンエイジは、まあ飲んでみたくはないですけど、まあ、アルコール度数が 43% ですね。この12年は40度なんですが、ノンエイジは 43%。ですね。とりあえず竹鶴12年。まあ、コスパが、ネットではコスパがクソ高いらしい。まあ、2000円ですけど。まあ、ちなみに未だにこの竹鶴12年は僕の、ね、よく行く境には普通に売ってます。本当に終売なのかっていう感覚すらある。まあ、竹鶴は、そこまでちょっと過大評価されすぎてるかなって思うけどね。飲んでみますけど。正直言って、酒鶴は全くもって、まあ、ああ、ニッカですね。ニッカですっていう味。ニッカですねっていう味です。ほとんどハイニッカと大して変わらん気がする。俺の中だと。ハイニッカよか、まあ美味しいは美味しいけど、ハイニッカに比べると、そのコスパ的な意味で言うと、ちょっと、何これって感じですよね。あのね。非常におとなしい。で、もう、おとなしす、普通におとなしい。で、特に何も言うことはないっていう味。特に、あれがないんですよ。パンチが効いてるとか、なんかそういうあれはないんですよ、ね。香りはね、確かにちょっと、っていう香りはするんですけど。なんか、ね、何の香り？結構香りは、いい香りがする。甘い香りが。するんですけど、飲んでみると非常に穏やか。味自体も穏やか。香りも穏やか。甘みも穏やかで、まあ、いわゆる口当たりも穏やかなんですよ。面白くない。全然面白くない。これぐらいの味でね、コスパ高いとか言われても、はぁですよ。2000円ですよ、これ。2000円でどこがコスパ高いやねん。バカ言えと。この程度の値段、レベルだったら、まあ、1200、300円で出せるでしょ。これは。
正直。スーパーニッカも飲んでみたいっすね。スーパーニッカね。スーパーニッカ。2000円ぐらいするかな。わかんない。微妙だな。まあでも、とりあえず、あ、鶴17年なんてのあるんだ。日課。まあとりあえずね、日課ウイスキーは大体飲んでみたいんですよ。いろいろ。あと俺が飲んでないのスーパーニッカと、あとニッカカフェグレーンってやつと、ツル17年と、シングルカスクヨイチぐらいですかね。ニッカカフェグレーン。まあ。ね、日課にはブランデーも作ってるっぽいですけどね。シングルカスクとかもありますよ。あ、伊達とかもあるわ。G&G。ってのもありますね。ザ・ブレンド。ってのもあります。伊達。しかも宮城県限定発売とかって書いてある。うん、まあこれは。うん、まあでも竹鶴は。口当たりが穏やかですね。ってぐらいか。でも少なくとも、竹鶴ってほら、日課の、まあね、まあ、社長みたいなもんですからね。日課の作り上げた、ね、日課を作り上げた人みたいなもんですから。でもこれがその味っていうとね、ちょっとなぁ。さすがに。さすがにちょっと、ふざけんなよーっていうレベルですけどね。あ、結構あれだわ。ブランデーとかもよう出てんだな、日課。伊達、飲んでみたいな、伊達。まあ、とりあえず、宮城郷は非常に美味しいです。間違いなく。これは、なかなか、やるの。夜市飲んだ後だと、全然あれだね。うまさが。うまさがさ、夜市飲んだ後だとさ、うん。うまい。あのね、結構甘いです。宮城と。はい。キャラメルコーン。うん、やっぱ甘いのは合うね。ウイスキーは。
キャラメルコーン美味しい。まあ、宮城郷は、ちょっと、ね、仙台、だから、大丈夫かなと思ったんだけど、全然、うまい。結構甘さが、特徴的ですね。香りも特徴的だし。多分、まあ、とりあえずこれで分かったこととして、夜市よか宮城郷の方がうまいということが分かったんです。それだけでだいぶ、どういう意味かっていうと、ね。まあ、これでもう、余市と宮城郷の部類で、余市の方は、買わなくていいなと。むしろ宮城郷の方が、すごい。あれだよ。スモーキー。だからスモーキーが好きな人は、ぜひ。言うて、竹鶴12年なんて、全然スモーキーじゃねえよな。なんでブラックニカ8年を書くスモーキーじゃないんだろう。そこは気になるんだよな。個人的に。あ、うまい。キャラメルコーンうまいな。まあ、ですから。やっぱり、でもまあ、ブラックニカ8年のがうまい。うまいな。まあ、値段的に見ても、ね、ちょっと高い。高いっていうのがある。あるし、でもね、これね、後味がね、すごい、全然ないんですよ。後味が。だから、すっと消えるんだよね。すごい。後味がほとんどないんで、コクはほぼないです。甘みは四つ星。香りはそんなに強くない三つ星。まあ美味しいですけど、まあ四つ星ぐらいかな。妥当だね。四つ星が妥当だな、これ。はい。2434。お疲れ様でした。